吉祥寺のね、駅でぐるぐる回る人たちを見て、これモテるなと思ってダンス始めました。中2、中3くらいの。ダンスにたどり着くのに、何なんか試してるんですか？サッカーしてたし、バンドもしてたよ。同級生たちと一緒にダンススクール通ったんだけど、明らかに覚えが良かった。向いてるなと思った。最近どんな感じですか？今そのサイバーエージェントレジットっていうサイバーエージェントが持つチームの監督をやらせてもらっていて、毎朝10時に集合するから大体9時目指すわけ。やっぱね、朝起きて夜寝る、ショートスリーパー、めちゃめちゃショートスリーパーだったよね。なんかさ、寝ないでよくとさ、脳がシュワシュワしてた。2009年の世界大会がきっかけなんだけど、言ったら優勝して凱旋帰国みたいなね。空港に帰ったら記者たちがいっぱいいると思ったの。すごいですね、パシャパシャみたいな。どうやって移ろうかなと考えて空港に帰るわけなんだけど、当たり前のように記者はいなくて、でそのまま京急線に乗った時のあのすごい虚しさっていうのが、あ、日本人はそこまでダンスに興味ないんだ、じゃあどうするかっていうところで考えたときに、やっぱ日本人が全員ダンサーであるっていう世界がしっくりくるのかなと。D リーグっていうのはダンスのプロリーグなんだけど、9つの企業がダンサーを雇ってチームを作る。それが半年間かけて試合をしていって優勝を決めるってものなんだけど、年俸が支払われてるっていうのがまあやっぱ画期的。あとはその企業対のチームっていうことで、そのスポンサーだったりとか自治体とのコラボレーションとか、そういうことができるっていうのがやっぱり強みかなと。あんま年関係ないかな。やっぱ二十歳でもものすごい突出してる人いるし、意外と話すとめちゃくちゃ考えてるし。はい、おはよう。あ、ごめん、みんなごめん、みんなごめん、みんなごめん。新しいもの、割とオープン。林先生の番組に出てた時に言ってたことなんですよ。そのうなぎ屋さんのタレってあるじゃん、秘伝というか足してくやつ、あれなんか自分いいなって思った人間だから。でも林先生が言うには、足してって100年続けて上手くなる根拠は一つもない。そこにあるのは何かって言われた時に、情緒しかない。だからその情緒にごまかされないで、ちゃんといいものはいい、新しいものがスタンダードになっていくっていうのはまあもちろん世の常だから、ちゃんと新しいものは見てって、取り入れるものは取り入れていくっていう、そういう姿勢だよ。岸さんはですね、ちょっとなんて言うんですかね、特殊な監督さんと言いますか、社会人として自分たちがまずどうあるべきかっていうところを、行動とかそういう部分で僕たちに見本を見せてくれてるので、人としてすごい尊敬できるな。なんかディレクターっていうとやっぱりどうしても振付師みたいなイメージになるんだけど、そうじゃなくてチーム全体をどう運営していくかっていうのを考えるような、立場になれたらいいなと思って関わりました。これは自分でステージ立ちたいなとかならない？なんない。これはもう本当にこの子たちよりちょっと若い子たちに夢を見せるため、自分が立つ意義が全く見えないから。
ばい。今ダンスを始める環境というかすごいティーンネイジャー向けというか、やっぱり30代がダンススクール行くと肩身狭いんですよね。10代20代いっぱいで、しかもちょっと上手いし、じゃあいざそれで辛抱してね頑張ったところで、それを発表する場にも10代20代溢れてるから肩身、ま、もっともっと狭くなるわけで、やめていくんですよ。そういう30代以上が輝けたりとか交流できるちっちゃなゴールだったり交流の場っていうのを絶対作んなきゃいけない。これは何なんですか？これマラカスっていう商品です。あ、そうなんですか。いや、あまりキャッキャを声出せないので。それで代替するっていう。人が何か始めるときって10代20代は夢なんですよ。でも30代以上になるとやっぱ時間もなくなってくるし、自分がやることを何で選ぶかというとメリットなんだよね。ダンスのメリットはまず健康にいい、でもう一つが交流かな。あとは表現ですね。人に何かをこう表現するっていうのは人間ができる最大の贅沢だと思っているので体験してほしい。練習のこう上流して上流して上流しても決勝がもうその出すものだと思うので、その味わえない感覚をぜひ味わってほしいなと思います。いくぞ！なんでオンラインサロンに入ったの？そのティッシュさんのサロンはもう初心者とかでも全然踊れなくてももう楽しめればいいっていうのをコンセプトにやってるので、いやちょっとここだったら始められるかなと思って。ティッシュボーイどうですか？え、優しいです。その間違えても肯定してくれるんですよ。大丈夫大丈夫、間違えても死なないからって、もうその言葉でここまでやってこれたっていう感じですね。はい。私の声が聞こえますが、私は中田。今回ボリュームゼロで実験的にやったんですけど、手応えはあるかな。どんどんやっていこうと思います。2011年にチェコのまた世界大会とかで日本チームで優勝したりとかはしてたんだけど、違う方向性にシフトしてたっていうか、コンペティションに勝つんだっていうよりはその成績を使ってどうやって自分が信用を得るかとか、ダンス始めてもらうかにフォーカスしてるのかな。だから今一番楽しいというか、勝つためにっていう風に20代でやっぱやってきたものあるから、その時はやっぱ苦しかったりするし、好きな音楽でこう踊りたいなって思ったものに対してちゃんと努力するみたいな感じかな。ニコファーレっていうとこで対談させてもらった。ニコニコ動画のと連携してて、ニコニコ動画のコメントって横に流れてくるじゃん。あれが会場全体にこう流れてくるわけ。何がしたいんですかって俺に言われた時に、日本人全員ダンサーさせたいんですみたいなことをね、やっぱその当時喋ってたわけ。そしたらそのニコファーレで日本人全員がダンスしたいと思うんだよっていう別にダンスしたくないしみたいな、パーって流れたわけ。それでビジュアルとして見て、あそうだよねってなったわけ。とんでもない英語なんだなっていうのはやっぱりすごい感じだし、まあ、ちょっと不可能そうな感じだけど逆に燃えるかなと思って。ずっとうまくいってたのって全然人から聞いたら面白くないから、なんか逆にうまくいかないことの方が自分の中でゾクゾクする。こっからのサクセスストーリーみんな興味あるだろうなっていうのでワクワクするんだよね。